時雨かなたさんですか？うん。あなたは7日後に寿命を迎えられます。運命で決まっています。俺どうも近々死ぬらしいんだよ。このまま何もせず寿命を全うするか、寿命を延ばす代わりに一番大切な人の記憶を消去するかです。時雨さんにとって一番大切な方はどなたですか？人の人生もて遊んで死神だな。我々は運命屋だ。見守ることしかできないよ。今年もやりますよね、ライブ。大切な方だったんですね。だってのはそんなもんだよ。黄昏に思い馳せる。ありがとうな、運命。瞳が愛しい。